クラムシーは、フランス、ブルゴーニフランシュコンテ地域圏、ニエーブル圏のコミューン。クラムシーは、ヨンヌ川谷にあり、ヨンヌ川とブーブロン川が合流する地点に位置する。634年、クラムシーは、クラミシアクスと呼ばれていた。100年戦争中の14世紀にクラムシーは、荒廃した。初めての特権は1213年、ヌベール白エルベ4世によって与えられた。 16世紀から20世紀初頭まで、イカダによる木材輸送で繁栄していた。フランス第二共和制の間、パンフレットや新聞でパリの情報を得ていた船乗りによって、クラムシーはパリで起きた出来事に敏感であり、左派の投票傾向があった。保守政党、パルティドロルドルが議会の多数を占めると、保守的な議会は不安定をもたらした。1851年、 民衆の抗議活動は共和制の限界をもたらし、憲兵隊は民衆によって武装解除された。ルイナポレオン・ボナパルトらによる1851年クーデターが起きると12月5日にクラムシー住民は憲法違反の抗議を行い、暴動は厳しく弾圧された。ナチスドイツによるフランス侵攻終盤の1940年6月18日、 第 3SS 装甲師団に属すると思われるドイツ兵たちがアフリカでの戦闘で捕らえたフランス軍捕虜41人を処刑した。ベルナール・モロー、マリアン・ヌ・ベイラニー、レリプブリケインズ・デ・エル、エンドラ・イルクー・ディ・エイタ・ジュニ・デ・サンブル1851、チャラック・ポインツ・ディ・インクレイジ、22009P、 ISBN2 から911853から05から9、P11 ベルナール・モロー、オーパス、CIT、P24 シェック、R、ユニョゼゾン・ノワール、レ・マスカーズ・デ・タイレ・ア・ラース・セニガレイ、マイ・ジュイン1940、パリ、タランディア、P55。ありがとうございます。